して僕たちは霊女を連れて新居へと戻った。そんなことがあったんですか。みんなには僕たちが未来から来たことは言わず、霊女が襲撃に利用されそうになったことだけを告げた。本当、バカにされたものですわ。私が王女を刺すなんて選択するはずないですのに。だが、私を刺さねば霊女が命を落とす。ああ、どうすればいいのでしょう。いいのですわよ。自分で撒いた種ですから。そうはいかない。でも、どうすればいいんだろう。一つだけ、契約を解消する方法があったんですの。え？なになに？ネザードレイクとの契約には立ち会い人がおりますの。その立ち会い人の願いを100日間続けて叶えることでのみ契約は解消できますの。じゃあそれやった方がいいよね。もちろんやろうとしましたわ。立ち会い人は100日間続けて誰にも知られずにビコードのケーキを食べたいと願っていたんですの。え？でも私がケーキを運んだところを誰かに目撃されたそうで。え？なんだと。この方法で契約を解消することはできなくなりましたわ。だからネザードレイクに直談判しに行ったんですの。霊女、その立ち会い人とは巻きもなか。さようですわ。どうしてそれを。ケーキを運ぶ姿を見られたというのは森での話だな。これまたさようですわ。それ、その現場を目撃して台無しにしちゃったのって私たちだ。え、そういえばあの時に聞いたお声、ヤブガラシの声だったかもしれないですわ。それも雑草ね。契約を解消する唯一の方法を私たちが潰したということか。そんな。時間を巻き戻るたびに僕たち自身が事態を悪化させてる。どういうことだ。いや、それはそれとして、今は霊女の契約を何とかしないと。ねえ、とは巻物に相談してみない？仕事だって手伝ったんだし、意外に何とかしてくれるかも。可能性はあるな。お気持ちはありがたいですわ。でも、皆さんが大変な思いをすることなんてありませんの。これは、私による私のためのトラブルなんですから。いいんだ。私たちに任せろ。そう、友達だもん。私も何かできないか考えてみる。私もそうします。皆様ありがとうですわ。これとこれと、ああ、これも必要だな。ん？何やってるの、とは。掃除道具なんて引っ張り出してきて。もちろん掃除をする。他にあるか？え？どうして急に？ここ大して汚れてもいないよ。お前はたびたび東方に遠征に行っているだろう。だったら聞いたことがあるのではないか。東方では掃除を武道における精神修行の一つと捉えているらしい。まさか今から。うん、以前から一度試したかったのだが、王宮では王女自らが掃除などありえないと侍女に引き止められていたからな。まあそうだろうね。それともお前もそういうのか。ううん、そんなことないよ。むしろトアが思う通りにやってほしい。ここにいる時はトアは王女じゃなくてただの女の子なんだからさ。ただの女の子？うん、そうでしょ。ああ、そうだな。しかし、そんな風に言われると照れるというか。いや、
や、なんでもない。それよりどうだ、お前も一緒に掃除しないか。うん、付き合うよ。と言ってもこの格好じゃ大したことはできないけど。気持ちの問題だ、気にすることはない。でも家中を掃除する時間はないよね。今日のところはどこにしよう。そうだの、確かトキが泡がすごい出るお風呂用洗剤を買っていたはずだ。あとは魔法の掃除機を試しておきたいから、今の掃除がいいかもしれないな。お風呂掃除、泡、なんだその魅惑の単語。でもトアは修行って言ってるし、真面目に掃除した方がいいのかも。お風呂掃除をしようよ。わかった、そうしよう。あわあわでお風呂なんて期待しちゃうでしょ。うん、確かにこれはすごい泡だな。面白いね、一体どうなってるんだろう。 ねえとは、こんなに泡が出てるし、お風呂掃除なんだし、服が濡れちゃうかもしれないよ。脱いだらどうかな。気にするな、これも修行の一環だからな。でも…おわ、え、なに、この泡、いつの間にかお風呂場中に。うわあ、ぬめりで羽がうまく飛べない。おい、どうした、泡に飛び込んだりして遊びじゃないんだぞ。泡で溺れる。助けて、とわ。弁当を作った。共に食べよう。